はい、皆様おはようございます。今日はね、クリスマスイブですね。えー、24日木曜日の、えー、昼のね、2時、ちょうどです。えー、それでね、昨日はですね、アップル売却したっていう動画出したんですけども、そのね、1時間後ぐらいに、ドラフトキングスっていうところもね、えー、りなんですけども、売却しました。っていうかね、薬状通知がね、朝起きたら来てまして、えー、ちょうどね、3時ぐらいに、 えー、売れたみたいで、えー、ドルとかね、えー、薬場価格はね、ちょっと、後でね、画像差し込んでおきたいと思いますが、えー、とりあえず、まあ、口数もね、すごい少なかったんで、まあ多分5万とか6万とかぐらいに、えー、多分、数千円か1万円ぐらいかな利が乗った状態で売却なんで、まあ、 特にね、大きなものではないんですけども、これでね、えー、買い付け余力がね、また増えたっていうことで、えー、ちょっと、アップルとね、えー、合わせて、えー、総合してどっかね、えー、銘柄見つけて、そちらの方にね、移動したいと思います。で今日なんですけども、お昼ご飯はね、セブンイレブンで買ってきてもらった、えー、なだろう、トマト、トマトとクリームのエビ、スパゲッティって感じですかね。 なんかね、結構ポタージュのような感じでね、えー、スープがね、とろみがあります。はい。というわけでね、こういう風なものをね、今日は食べます。えー、そんなもんかな。体調としてはね、ちょっとね、えー、体温がね、高いような感じがしますね。それ自体は悪くないんですけども、ちょっとね、頭がね、あの、疲労感があって、 まあ前頭葉の部分ですね。そこら辺がちょっとこう疲れてて、えー、熱っぽい重たいようなうん、そういうちょっと悪い熱がこうこもったような、顔がほてったような、そんな感じですかね。